はい、では大問2に進みます。このように、図がありまして、これ人体の内部ですね。かなり簡単にしてます。結構省いてますね。括弧1というのはこの各部の名称ですが、1個ポイントがあって人の消化管と書いています。ですので消化管の名称で書いてください。それはここですね。 A、 これは一応食道という名前がついてますね。さあ、これが何と間違うかっていうと、例えば喉とか首とかで書いちゃダメです、ね、食道、喉、首じゃないですよ。そして B、これはもう胃ですね。胃です。これも胃袋などと書かないようにちゃんと胃と名称で書いてください。そして、胃から通ってこの細い方、C は細い方ですね。これは、腸の中でも小腸と呼ばれて、これが、養分の吸収のメインの場所。そして D、この太い方ですね。ここは、小腸に対して大腸と呼ばれます。これが今、括弧1の、丸1の A、B、C、D ですね。そして、括弧2、丸2か。丸2へ行くと、大腸の役割が書いてあります。ここには、小腸で養分。順番に行くと、まず、口で食物を砕いて、若干、糖分にします。そして、食道を通って、胃で、さらに砕くと。そして小腸で消化をしながら吸収をしていきます。そして最後大腸では主に水分を吸収します。そして残りを排出しますということです。これが消化からの大きい流れですね。大まかに大雑把で覚えておいて、そこにここでは何、ここは何と足していくのがいいでしょう。はじめから、口でなんとかって細かく覚えていくと、なかなか全体わかんないんで、まずは全体を一本で覚えて、よく大きな幹を作って、そこにこう歯を刺すように知識力を足していきましょう。これが2番の、括弧1ですね。で、括弧2になりますと、次には、ここには書いてない肺、肺というのは、この胸あたりに左右に2つあります。でこの、働きを答えましょうと。大体分かりますが、空気を吸って空気を吐く。でこの中でじゃあ何をするか、酸素を取り入れて、二酸化炭素を出すことはよく分かっていますが、じゃあどこに酸素を送るんだろうっていうと、血液中ですね。これをちゃんと書くように、血液中に酸素を取り込んで、これは二酸化炭素を出す。これが、肺がする作業となります。ここには、肺の中にこう大きな袋がありますけども、この中に肺胞という小さい、こんな中ブドウのような属があって、ここの表面に毛細血管という細かい血管があり、ここで血液にその酸素をこうどんどん吸収させます。これが、肺がする手順ですね。これは丸1。そして丸2の問いでは、この肺の代わりに、フナでは肺の代わりに何がありますか。実は、魚には、肺、一部肺を持っているものもありますが、このフナは肺はありません。代わりに、この肺胞と同じような働きを持ったものがあります。これが、
エラですね、回答としてはこの、魚の顔の横にあるですね、表面から見るのは実はエラの蓋、表面から見るのがそのエラの蓋ですよ。これをグッと開けると中にこの赤い、まあこんなひだひだみたいなのがついてる。そこでこう水をそこに当てて、そこから酸素を取り込みます。その赤いところが、そのこのカエルがコリウム毛細血管の役目ですね。これをして酸素を取り込んでいます。まあ、これが2番の大きなですね。生物の食物から呼吸の一連ですね。ここは、まあ、よく出るし基本ですので、きちんと要点を押さえておきましょう。